ポーリーヌ・フーレス、ポーリーヌ・フーレスは、フランスの女性。1798年から翌年にかけて、エジプト・シリア戦役時のナポレオンと、ナポレオン帰国後は、クレベールの愛人だったことで知られる。アリエイ受験のパミエで生まれ、パリで亡くなった。出生時の姓は、ベリズルで、ジャンロエル・フーレスと結婚して、フーレス姓となった。その後サンタンデール・副領リ ピエール・アンリ・ドランショーと再婚した。ポーリーヌは、時計職人のアンリ・ジャック・クレマン・ベリズルと、マルグリット・ポーリーヌ・バランドンの間に生まれた。美しい少女に育ったポーリーヌは制服への憧れが強く、両期兵士官、ジャンロエル・フーレスと結婚して、エジプト遠征にも同行した。1798年10月21日のカイロの、暴動の際には、死から免れ。 1798年12月1日には合意の上でナポレオンの愛人となった。ナポレオンがフランスに帰った後は自らの身をクレベールの腕に委ねた。ポウリーヌは結局1799年に帰国してパリに戻ったがナポレオンに接近することができず。 副領事で1810年には、スウェーデン領事となるピエール・アンリド・ランショーと再婚した。皇帝ナポレオンと再会を果たした後、ポーリーヌは再び離婚し、ジャンバティスト・ベラール・コノエ大意と再婚した。夫婦でのブラジル滞在中に財をなし、1837年に、パリに戻ってからは気ままに暮らし、音楽家、画家、絵画収集家として、生涯を終えた。ポーリーヌは、 ウェントワース教という小説も書いている。ありがとうございます。